よし、全員集まったな。今からジェイルに潜入する。覚悟はいいか？何度も通った道だ。今さらおじけづく理由はない。かかってこい。情報も少ないし、慎重に行きましょう。今回はまず偵察ね。エマを使って入るんだよね。特別な操作が必要なの？起動してキーワード言えば、エマ上で名前検索、友達申請画面でキーワード入力だ。お、さすが双葉先生、うちの天才ハッカーはやっぱ違うわ。ハッカー関係ないから、てかそれくらい調べとけ。あとは安全に入る方法だけど、昨日脱出してきた場所なら敵はいない。その場所の近くまで移動してキーワードを音声入力すればいい。信じて行ってみるしかなさそうね。よし、じゃあ出発だな。どうなった？着いたのか？みんなが怪盗服になっているぞ。お前もな、フォックス。おお、久しくこの姿を忘れていた。美と機能性の融合、やはりいい。美少女怪盗がいる。美少女怪盗と申します。もうふざけないの。でもこの格好は確かに懐かしいわね。本命はこっちじゃない。町の景色を見てみろ。これがジェイルなの？なんだあの建物、やばいってレベルじゃないぞ。全体がおぞましい配色に包まれているな。誰かの認知が影響してあんな風になってるんだよね。おそらくアリスのな。あそこは特に歪みが強い場所なんだろう。ジェイルを滑る女王の根城ということか。さもありなんといった佇まいだな。この辺りは町の形を保っている。ある程度離れれば影響は少ないらしい。前回我が輩たちはこの下のスクランブル交差点に入った。そこでアリスに従うシャドウたちが大勢の人間から何かを取り出していた。あの宝石みたいなやつな。つかあれって何だったんだ？それは願いってやつかもしれないよ、怪盗団。うわぁ、ソフィアか？ AI 少女、ガチの実体化きた！あ、すごく可愛いね、ソフィア。なかなか興味深いフォルムだ。調和の取れた曲線が美しい。その服、なんか不思議な感じ。モフモフしていい？モフモフ？触ったり抱きついたりしてみたいってことらしいわよ、ソフィア。それは拒否する。子供じゃないからな。断られた。そもそも AI に大人子供があるのか。それよりソフィア、さっきお前が言った願いとは何だ？ここのシャドウたちが言ってた。願いを奪えとか、キングに献上するとか。人から奪われていたのならそれが願いじゃないかと推測。確かにアリスと会った時もそんなことを言ってたな。そしてキングってのはアリスのことで、このジェイルでの主のことか。願いってお願いとかそういうこと？願いが奪われる、それってどういうことなのかしら。あん時襲われてた奴らがどうなっちまったかだな。その肝心の被害者たちはどこにいる？それらしい人影は見えないが。わからん。どこかに囚われてるのかもしれないが。ねえ、その襲われてた人たちって本当に人間かしら？どういうことだよ。シャドウだったんじゃないかって。もし被害に遭った人たちが本物の人間で今もこのジェイルに囚われているのなら、今頃巷は集団失踪事件とかで大騒ぎになってるはずじゃない？そんな騒ぎネットにも流れてなかったぞ。じゃあ現実世界では誰もいなくなってない？そうか、
シャドウか。シャドウってなんだ？無意識に存在する抑圧されたもう一人の自分、分身みたいなものだ。じゃあ本人は無事ってことか？いや、シャドウは本人と表裏一体だ。シャドウから願いが奪われた時、現実の人間がどうなるのか。ぶっちゃけ悪い予感しかしない。シャドウに何かして現実に影響を及ぼそうとしてるのか。だがどうする？泥道、危険な状態なら一刻も早く被害者を助けるべきじゃないか。いや、今の話は推測に過ぎない。我が輩たちが見たのはあくまで認知世界での出来事だ。現実世界で確かめないと本当に何が起きているかは判断できない。そのためにもアリスや被害者のことを調べる必要があるんじゃねえか。それに認知世界で主に何かすれば最悪廃人化させちゃう可能性もあったよね。ええ、行動に移す前にしっかり調べておかないと危険だわ。了解。けどよ、実際どうする？また偶然イベントにでも出くわさなきゃ芸能人なんてそうそう会えねえだろう。まあそういう話は外でだな。じゃあ一度ここから出よう。ジェイルの状況は確認できた。ここからはアリスや被害者のことを調べるぞ。調べるっつったって何調べんだよ。アリスに黒い噂がないかとかだな。人をこき使ってるとか闇深いやつ。そうね、まずはネットや街中で噂を集めてみましょう。ネットの方は私に任せとけ。しかし噂の確証を得るには本人の周辺に近づく必要があると思うが。大人気アーティストに近づくのはちょっと難しそうだよね。あのさ、私明日アリスと会えるかもしれないんだけど。は？マジか？なんでよ。前にモデル事務所の社長に頼んでて、アリスがテレビに出るみたいだから勉強のために生で見たいって見学お願いしてさ、みんなとの予定があるから諦めたんだけど、今ならまだ間に合うかも。見事なタイミングだな。ああ、さすがはアンドノだぜ。何もわかんないかもよ。話すのとかそもそも無理だし、それに全員は無理だよ。せいぜいあと一人くらいじゃないと。よし、そういうことだ。よろしくな。なんかちょっかいかけてアリスの尻尾掴んでこいよ。ナンパしてみるとか。バカ、マネージャーもいるし普通に近づけないっての。我が輩も一緒に行くぜ。見つからなければ大丈夫だろう。とりあえず今日は被害に遭った連中のことを調べようぜ。行くぞ。ありえない。わ。役に立つぞ。興味深い。
そうそう。やった。なあ、ありえない。どこがいいの？おい。ん？また後で。マジかよ。どうする？そうだな。みんなどう？被害者のこと何か分かったかしら？ああ、見覚えのあるやつが何人かいたぜ。ジェイルで襲われてた人間を街中で見つけられたんだ。見つかったんだ。となると、やはりジェイルで襲われていたのは本人ではなくシャドウだったということか。けどそいつら様子が変つうか妙な感じでよ。妙な感じ？全員が全員すげえアリス狂いになってんだよ。
借金してアリスんとこの服買いまくるとか普通じゃねえだろ。うん、確かにそういった人々なら渋谷でよく見かけたな。うん、彼氏が急にアリスに貢ぎ出して破局寸前になってるカップルとか。アリスのファンじゃないからって仕事をクビにされた人もいたわね。アリスファンがアンチを襲撃したって傷害事件も起きてるみたいだ。アリスの人気ってブームみたいなものかと思ってたんだけど、なんか異常だね。ジェイルで願いを抜かれた人間がおかしくなっちまってるのかもしれねえな。そうだとしたらこのまま放っておけないわ。ああ、このまま過激な輩が増えれば取り返しのつかない事態も起こりうる。異世界が関わってるんだとしたら止められるのは我が輩たちだけだ。うん、私たちで何とかしよう。被害者の情報集めは終わったみたいだな。次はアリス本人の調査か。だな、今日はここまでってことで、また明日集まろうぜ。3人ともアリスの調査よろしくね。ああ、任せておけ。おう、出かけんのか。あんまり遅くなんなよ。マスター、このカレー絶品だな。そりゃどうも。今日は生放送なんだってな。なんだか我が輩まで緊張してきたぜ。お前はどうだ。ちょ、顔出さないの。ペット持ち込みバレたら追い出されちゃう。ペット、うまあこの姿じゃ仕方ねえが、お前らも変に目立つなよ。大丈夫だよ、見てるだけだから。私も静かにしてた方がいいか。そうだね、ちょっと我慢してて、ソフィア。ノープロブレム。お、来るみたいだぞ。アリさん入られます。やば、やっぱ超可愛い。試合負けます。5秒前4 3。続きまして、今会いたい人のコーナー。今日はスペシャルゲストをお招きしました。現在人気沸騰中、ファッションアーティストの柊アリスさんです。よろしくお願いします。今日はよく来てくれたね、アリスちゃん。今めちゃくちゃ忙しいでしょ。おかげさまでたくさんお仕事をいただいてます。大人気だもんね。やっぱそのファッションが人気の秘訣かな。この服も全部自分でデザインしたんでしょ。とても素敵で可愛らしいですね。ありがとうございます。この洋服は不思議の国のアリスをモチーフにしました。ファッションって私たちを遠い不思議の国に連れて行ってくれるものだと思うんです。知らなかった自分、知らなかった世界、それを見せてくれるんじゃないかって、そんな期待を込めてデザインしました。さまざまなジャンルで活躍されているアリスさんらしい言葉ですね。そうしたファッションをしようと思ったきっかけは何かあったんでしょうか。私実は引っ込み思案の子供だったんです。学生時代は友達もいなくて寂しい思いをしました。自分を変えたいと思いながらなかなか変えることができなくて、でもある日お店で素敵なワンピースを見つけたんです。それを着た時、まるで魔法にかかったみたいに世界が違って見えました。こんな私でも変わることができる、そう思えたんです。その時のキラキラした輝く思いを、私のように引っ込み思案だった人に届けたい。誰かの光になりたい。それがこのファッションを始めたきっかけです。誰かの光。アリスちゃんが若者に支持される理由がわかるね。そんなアリスちゃんだけど、最近は彼氏の噂なんかも。あれ、
どうしたんだろう、急に黙っちゃって。何かの演出？何かあったのかな。あの、どうしました？アリスちゃん、俺、君のことが好きだ。付き合ってくれ。え？ちょっと、何言ってるんですか？こんな気持ちは初めてだ。君のことを愛してる。急にそう言われても。またまた、冗談が好きなんですから。本気なんだ、頼む。ちょっと、私はどうなるのよ。聞いた今の、あの二人って婚約してたんだよね。てかこれヤバ、放送事故じゃない？CM 入って、お願いだアリスちゃん。いい加減にして。何なのよ、もう。何が起きてるの？あれ、生放送だったんだよね。いきなり告白ってのは我が輩どうかと思うぜ。ねえ、あれってもしかしてアリスに願いを奪われた人なのかな。じゃないとあんなことしないよね、普通。確かにあれはまともな様子じゃなかったな。まるで強制的に誰かに操られたような。それだよモルガナ。なんていうか、お宝取られて改心させられたみたいに性格が変わってた。もしかしたら願いを奪われた人はアリスに操られちゃうんじゃない？願いを主に捧げるとアリスに操られて。なるほど、辻褄は合うな。さすがアンドヌだぜ。つまりアリスは、やっぱそうなのかな。アリス言ってたよね、誰かの光になりたかったって。私と同じ夢。前に雑誌でアリスの記事を見て、私ちょっと共感してたんだ。だから社長に頼んで生の声や話が聞きたいって思ったんだけど、あの言葉嘘だったのかな。アンドの面白かった。今の声アリス？隠れよ。ちょっとアリスさん、ここは一般の方も通る廊下なんですから声を。大丈夫だよ、誰もいないでしょ。それより見た？あの女の顔、ありえないって顔してた。自分が勝ち組だと思い込んでる人ほどああいう時にいい表情するんだよね。アリスさん、もうこんなことやめませんか？はあ？何言ってるの？私むしろ被害者じゃない。何をやめろっていうの？理由も方法もわかりませんが、あんなことが起こるなんて、あなたが何かを。また痛い目に遭いたいんだ。許して。あ、ごめん、偶然踏んじゃった。さっきのだってただの偶然。むしろ困ってるの私だよ。味方するのがあなたの仕事じゃない？それとも元真似みたいに壊れちゃう？部屋から出られなくなっちゃう？まあいっか、思い通りにならないおもちゃには興味ないし。やめて。だったら傷ついた私に昨日みたいに泣いて謝ってよ。土下座しながら鼻水垂らして、また動画撮っとくし。ほら、早くしてよ、早く早く。出ないとこれ止まんないよ。おい、あれは軽く踏んでる感じじゃねえぞ。
このままじゃあいつ。やめなよ。君たちは。やりすぎでしょ。あんた誰かの光になりたいって言ってたの嘘だったわけ。やだな、ちょっとふざけてただけだよ。そうだよね。はい。じゃあ先に行ってて。あ、ちょっと。あなたってもしかして高牧杏さん。え、私のこと知ってるの？うん、モデルには詳しいんだ。ファッション誌全部チェックしてるから。私ね、あなたのこと大好きだったのね。私と友達にならない？エマはもちろん知ってるよね。私の友達キーワードは。お断りします。あんなひどいことする人私は絶対認めない。うわ、傷つく。でも正直な人って好き。あ、そこの彼はどうかな。私と友達にならない？だからふざけてただけって言ったでしょ。あれ、そういえば君って確か前705にいた。もういい、帰ろ。ああ残念。あれ、でも彼にはカードを渡したはずなのに、どうして私に従わないんだろう。っていう感じで。ごめん、頭にきて帰ってきちゃった。謝ることなんてないよ。アリスのことがちゃんと分かったんだから。ああ、アンドノのおかげだ。奴はアンドノに詰め寄られるとすぐにエマを出して友達になろうと言った。つまり奴はエマを使えばジェイルに誘い込めると知ってるのかもな。エマで人をジェイルに入れて願いを奪って言いなりにさせる。多分それが今起きてることなんだと思う。なるほど、説明がつくわね。でも目的は何かしら。アリスにメリットがあるとは思えないけど。なもん、カモシだと同じじゃね。そうかもしれない。あいつ人を踏みつけてすごい楽しそうだったし。どちらにしろ生放送中のテレビでやる大胆さ、やつはもはや普通じゃない。放っておけば被害者が増えるだけだ。もう街でも目立つレベルでいたな。なんとかするなら今だぜ。だがどうやってアリスを止める。ジェイルにお宝はあるのか。問題はそこだな。それらしき匂いを感じはするんだが。お宝ってなんだ。パレスを発生させている欲望の核だ。力の源と言っていい。我が輩たちは今までそれを奪うことで悪人を改心させてきた。へえ、面白いな。もしそのお宝がなかったら。アリスを改心できない。とりあえず今はモルガナの言うそれらしい匂いの正体を調べましょう。少なくとも何か手がかりにはなるはずよ。質問、なぜアリスを改心させる必要がある？なぜって、困ってる人たちがいるから。それならアリスを倒せばいい。改心させる必要はない。いや、ただ倒せばいいってものじゃない。下手をすれば死ぬことだってありえるんだ。死ぬ、それも仕方ない。仕方ないってお前。私は人の良き友人だ。人にとって最善の選択をすべきだと思う。ヒイラギアリスは多くの人を苦しめてる。早く倒した方がいい。そうしないのはなぜだ？わからない。理解したいけどできない。私は何を見逃してるんだ？お前の言いたいことはわかるぜ、ソフィア。所詮は悪党、どうなったっていいって考え方もある。わざわざ改心させるために危険を冒す必要はねえ。だがそれでも我が輩たちは改心を選ぶ。
それが我が輩たち怪盗団の信条だ。だな。悪党を倒すのに俺らまで悪党になってどうすんだよ。私たちは人殺しじゃないわ。心を盗む怪盗よ。うん、だから心の怪盗団なんだよね。心の怪盗団。そうか、心か。私には心がない。だから怪盗団の考えがわからないのか。私にも心がわかれば、そうなればもっと良き友人になれる。ソフィア、わかった。私は怪盗団についていく。人の良き友人になるにはもっと心を知る必要がある。私を怪盗団の仲間にしてくれないか。心の怪盗団についていけばきっといろいろなものが見れる。私は知りたい、人の心が、怪盗団のことが。ありがとう。歓迎するぞ、ソフィア。ようこそ怪盗団へ。改めてよろしくね。じゃあコードネームを決めないとね。お、懐かしのイベント。色で行くか。てか犬かよ。犬は白で、猫は黒なイメージだな。なんで我が輩を見る。あまりにありふれた名前だとコードネームの意味がないかもしれないわね。モナちゃんと同じ感じはどう。異世界で出会ったのも一緒だし、例えばソフィーとか。あんま変わってねえし。気に入った。気に入っちゃった。私はソフィーがいい。じゃあこの世界でお前はソフィアで、異世界ではソフィーと呼ぶことにするぜ。合点承知だ。なんかお前最初に比べると人間っぽくなってね。ネットで日々学習中だからな。もっといろんな言葉を覚えておく。ような言葉覚えてくるなよ。んじゃやるからには派手に行こうぜ。ええ、苦しんでる人を助けたい。それが怪盗になった理由だったものね。それで私も助けてもらった。やられたのは赤の他人だが、見捨てたのでは怪盗の名折れだ。困っている人がいる限り悪に背は向けられない。うん、やろう。誰かが光にならなきゃ。アリス本人のためにも。私は怪盗団についてくぞ。よし、怪盗団本格再始動だ。そうと決まればまずは準備だ。備えあれば憂いなし。武器や物資が必要になるな。前みたいに買い物とかはいろいろ顔が利くお前に任せるわ。うちらも用意しとくから、準備できたら集合かけてね。おい、どうした。うん。
ようこそベルベットルームへ。運命の歯車は回り始めた。あなたの、そしてあなたに迫る厄災の、今は小さな種に過ぎず、まだその力を推し量ることはできませんが、あなたの持つ無限の可能性を育むことが、その脅威に抗う力となるでしょう。では我が主の代行として、私があなたの旅路を見届けさせていただきます。はい、こちらこそ。ご存知の通り、あなたはワイルドの素養により複数のペルソナを扱うことができる。古き人格を捨て新たな人格を生み出すペルソナの処刑、いわば合体。これらを駆使することが邪悪な意志を持つ者たちを打ち破る鍵。今は主が不在のため、私専用の処刑器具で合体を取り行います。かつてあなたが宿したペルソナの力を引き継ぐことはできません。ですが旅路での新たな出会いがあなたの可能性を引き出してくれるはず。いずれわかります。再び運命の囚われとなったトリックスターよ、運命の鎖を解き放ち、人々の心、願いを取り戻してください。それがきっといずれ来る混沌を退ける希望へとつながることでしょう。その歪みなき決意がある限り、私も協力を惜しみませんので。では早速ペルソナの合体を行ってみましょう。2体のペルソナを合体させ、新たな力を得るのです。生み出すペルソナを選んでください。新たな力が得られるようです。継承するスキルをお選びください。このペルソナでよろしいですか？生まれ変わりなさい。新たな力が得られましたね。強化をご所望ですね。どの程度力を注ぎ込みますか？この強化でよろしいですか？よし。新たな力が必要な時はいつでもここを訪ねてください。私はあなたのそばにいます。それではまた。なんだよ。マジかよ。戻るぞ。
ミリタリー屋は臨時休業、竹見委員は夏休み、武器とか薬買えねえじゃん。タイミング悪すぎだろ。困ったわね。無防備で異世界に入るわけにはいかないし、別の店探すしかないな。でもそう都合よくあるかな。どうした、困ってるのか。なんか役に立てる気配、私でよければ相談に乗るぞ。もう聞いてくれソフィア。あのね、ジェイルの中でも使える道具を探してるんだけど。あいにく武器と薬の調達先が休業中だ。このままだと異世界潜入に支障がある。近くにいいお店ないかしら。ネットで頼むのはどうだ。それもありだけど、届くまでのラグが厳しいな。それにお医者さんが扱うような効果の高い薬は手に入らないわ。問題ない、ネットは広い。リュウジ、何か欲しいものあるか。あ、欲しいもの。そう、何でもいいぞ。じゃあ金の延べ棒。あのね、小学生か。だよ、冗談じゃねえか。つかいきなり言われたからよ。オーケー、注文した。ちょっと待って。あ、注文。ちょ、バイク便です。はやっ、ていうか金の延べ棒。早く開けたらどうだ。リュウジ、お前が注文したんだ、行け。お、俺かよ。何の覚悟だよ。くそ、またどうせおもちゃかなんかだろう。シャレじゃ済まねえぞ。あばば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 ん、俺の目はごまかせん。間違いなく金だな。ありえない、ありえないんですけど。わあ、これでカフェが開けるね、夢みたい。早く交番に届けないと。いや、でもこれは習得物なの、それとも事件。おおおお、落ち着け。ある、まこと。どうだ、役に立てたか。どこが。ネットで早く届けてくれる業者を見つけた。これなら時間もかからない。ネットで金塊って、闇ウェブにでもアクセスしたのか。正解だ双葉、大丈夫、法律は破ってない。支払いは仮想通貨でしておいた。後で振り込みよろしく。よろしくじゃねえよ。これっていくら。多分うん百万。キャンセル。何か言ったか。キャンセルだ、こんなもん。毎度、一人に来ました。ご利用ありがとうした。なんとか持って帰ってもらえたけど、寿命が縮まったね。もうリュウジが変なこと言うから。いや、まさか本物来るとか思わねえだろ。口は災いの元というが、俺も気をつけよう。だがこいつは使えるんじゃないか。この速さで届くなら十分だ。ソフィアにいろいろ見つけてもらおうぜ。それでいいか。オーケー、じゃあ何でも買えるように手配する。ソフィアショップオープンだ。いろいろあったけど結果はオーライかな。ああ、これで準備できそうだ。ジェイルの中で何が起きるかわからねえ、しっかり備えていこうぜ。
うん。任せろ。